Welcome to the シルビチャンネル。どうも、シルビです。来てくれてありがとうございます。見てくれてありがとうございます。今回は開封の儀です。何かっていうと、こいつ、ハンディブロワー、E バリューの EBL-500V ですね。これ何かっていうと、ハンディブロワー、ブロワー、風を送るですね。機械でございます。何に使うかっていうとですね、まあ、基本ここに書いて見てるという掃除とか、作業台の拭き、そのことかをね、やった後の、これなんていうんですかね、クズをですね、飛ばすやつなんですけども、違うんです。私はそうじゃなくて、これは何に使うかというと、パソコンのホコリ取りに使いたかったんだ。エアダスターに変わるもの。として購入して、なぜならというのもですね、私パソコンいろいろ紹介してるじゃないですか。パソコンって半年もするとですね、ホコリが溜まるんですよ、中にね。どうしてもそれね、今まではそれを、エアダスター、エアダスター、ちょっと待ってね。こんなんですよ。エアダスターでね、ピシャーってやってたんですけど、これすぐなくなるんですよ。もうこんなもうないですか、ほとんど。見てください、プシュプシュ、このなんか弱々しい感じ、この弱々しい感じね、これじゃ飛ぶもん飛ばねえよっていう話で、というのもそんなのよりもですね、飛ぶってすぐなくなるんですよ。で、何よりあれって捨てるのがめんどくさい割と処理するのがめんどくさい。でパソコン1台をバーってやって、マザーボードバーってやります。で、ファンバーってやります。で、グラフィックボードを取り外して、それだけでバーって入るんですよ。それでもうなくなっちゃうんですよ。日本必要みたいなね。だったら、ちょっとなんかいいのないかなと思って、最初スチームとか考えたんですけど、水かみたいな。水ダメになっちゃうじゃんっていう。スチームはねえだろっていうので、なんかないかなと思ってて、業務用扇風機、いや、それはないなって思いながら。そんな感じで今回は、いろいろ、前々から、それはすごくジレンマだったんですよ、私の中で。それで、見つけたのが、こいつ、ハンディフロア。早速ですね、それを開封していこうと思います。ちゃちゃっといきますよ。ちゃちゃっと。いやはー、楽しいですね。やっと届いたんですよ。これ、500W。最大風量 2.3。これ、単位わかんねえ。2.3。最大風速76。メートル S、76メートルなんですかね、1秒間で。やった来たぞ、我が家に武器がやってきた。あれです、ドラえもん的に言うとハンディブロワーみたいな感じですよね割とドラえもんの道具並みですよ。テンション高えななんだろう、なんかついてますね。あー、でね、これレビュー見た時に臭いっていうレビューがあったんですけど、確かにちょっと独特の匂いがしますね。まあ、だけどそんなの大したことない。まあ、匂いが気になる人はちょっと匂いがするかもしれないです、繊細な方は。ただ使いが工事現場とか小締めとか工場とかじゃないですか。これ何ですよね、これ何、これ、ここに穴が開いてるんですけど、え、これなんですかね、なんだろう、謎だ。え、これこうやる、ダストバック。あ、そうこれね、基本はハンディブロワーなんで風を送るんですけども、吸気もできるらしいです。吸い込み、いわ掃除機的なのもできるらしい。だからそれの用途ですね。これが、でしかもこれがノズルというか、ね、ちょっとベタついてますね。ちょっとこれがベタが、だから、今これ匂いを感じる。これがちょっとゴム臭いんで、火に当てて少しなんかやるか、ファブリースビヤーってやって、しばらく火に当てとくかみたいな感じですね。ただ今、梅雨の時期、これ撮ってるの2014年6月なんですけど、梅雨の時期だから火がほとんど出てねっていう、ちょっと開ける時期を間違えたかみたいな感じでございますけど、まあ、勢い大事。いきますよ。ね、使い方が出てるんですけど、まあ後で見ます。で、開けてみましょう。まあ、電の子みたいなね、ああいうのを使ってるわけじゃないんで、そんな極端になることはないでしょう。ね。そんなわけで、これ、500W。500V。実際どんくらいになるか。ちょ、早速ね、結構うるさいらしいんで、どんくらいの音かっていうのをお伝えしようかなと思っておりまして、今回はちょうど近くにコンセントがあるから、
ちょっと一度消しますね。よし、来たぞこれ。来たよ。これでノズルを、結構ね、これね、見てください。結構ザラついてるというか、あの匂い伝わりますかね。ちょっと匂いますよ。確かに匂う。よし。で、手、見てください。手。中。こう。全体のフォルム、赤いボディが。ここに、こういうんで開けるんですかね。ここで出すとでいられるんですかね。まあ、よくわかんないですけど、とりあえず行ってみましょうかね。ここが、安全、セーフティーですかね。セーフティーボックス。これで。おぉ。おぉおぉ。おぉおぉおぉ。なんか、バイクみたいな感じですね。このボタンなんでしょうね。おぉおぉ。あ、これは、ずっと置きっぱなしできるってやつですね。すげえ風量がすげえ。こういう時にアイデアですよ。何回の風量が出るかっていうですね、見ててくださいね。吹っ飛んだ。あ、やべえ。ちなみに今の風量を、じゃあ例えばこれでやりますよ。ね、同じ状況でこれでやりますと、どうなるか。シューッ。あ、なくなっちゃったみたいな。それがですよ。これで、まあこれ閉じると大変なことになるんで、開けときますけど。うるせえ、すいません。だから、わかんない。やべえ。もうやべえ。すげえ。武器ですよ。我が家に武器がやってきた。これ弱。これ今弱にしました。手ね。手にしました。手にしました。あ、手はこんなもんですよ。そんなに。だから手でも十分ですね。中。あー、だいぶ変わりますね。で、ファイヤー。すげえ。こうはすごいですね。まあ音もヘビーなんで、夜とかやると、まあ近隣ご近所に大迷惑ですね。まあだからショーでも、ショーじゃない、手でも十分ですね。まあ、ただ、吹っ飛ばすんだったら、こうで短期間でバーってやるのもありかなとは思うんですけども、いやー、これで、今度ですね、パソコンを清掃するシーンも見せたいんですけど、それセッティングがものすごい大変なので、ちょっとそれはできたらな、やるぐらいですけども。いやー、なかなか面白いですよ、これ。ぜひね、そんな高くないんですよ、しかも。いくらだったっけな ?3000 円したかしないかぐらい。なんで、それで、だって、はい、エアダスター1本、だいたい300円から400円ぐらいなので、10本分ぐらいですよ。すぐ10本で、今もう1本なくなっちゃったし、すぐなくなるので、ね。この風力、どうですかお客さん。今だったら、これもついてみたいな。なんだお前は、販売員か。今だったら、なんと、こちらもみたいなね、勢いでございます。テンションが高いですね。楽しいものを見つけると高くなります。そんな感じで、今回は開封ハンディブロバ。これはね、多分私、我が家の必需品になるんじゃないか。ちょっと匂いがね、ただ、何度も言いますけど、ちょっとゴムの匂いが強いので、事前に開けて日干し、まあ、特にここの部分ね。ここの部分を日干ししておくといいと思います。取れるんでね。だいぶこれちょっと、まあ確かにゴム臭いです。だからこれだけ外で日に当てておくとか、なんか、匂い消しみたいなのを吹きつけてしばらくほっとくっていうやんないと部屋の中が臭くなるかもしれないです。そんくらいちょっと匂いがきついですね、確かに。そんな感じでございました、今回は。ハンディブロワーの、開封レビュー、ちょっと熱い。最後まで見てくれてありがとうございました。なかなか
いいものをゲットできました。これでどんどんあのパソコンのをきれいにしていこうと思います。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。